タバコと塩の博物館は東京都墨田区にある博物館で日本タバコ産業が運営する企業博物館である。1978年日本専売公社によってタバコと塩に関する資料の収集や調査を行うことを目的に東京都渋谷区人南の渋谷公園通り沿いに開設された。開設は日本潜培公社のタバコ製造販売70周年を 記念する事業の一環であり、戦前から収集されていた様々なタバコや喫煙や喫煙具、世界中の岩煙など多くの資料が展示された。建物の老朽化や収集資料の増加により手狭になったことなどを理由に、東京、渋谷の博物館は2013年9月1日に閉鎖された。博物館の跡地は売却される見通しである。これに代わる、 博物館は東京都墨田区横川にある日本タバコ産業の敷地にある倉庫を改装し2015年4月25日に開館した。博物館のロゴは同行者のデザイナー田中進が制作した。博物館は現在約3万点の資料を収蔵しているほか観光物なども発行している。また肉筆へ83点。 浮世絵版画1550点余り、半本300点なども所蔵している。タバシオという愛称もある。以下は渋谷時代のもの。距離は徒歩時の道のりである。ABCD 渋谷のタバコと塩の博物館9月閉鎖、墨田区に点、日本経済新聞平成25年3月22日長官東京、首都圏経済面渋谷、公園通り、 タバコと塩の博物館物語35年の感謝を込めてタバコと塩の博物館ポスターで見るタバ塩の歩み文化タバコクロニクルタバコジャーナルタバコワールド2008年10月ありがとうございます